はい、こんにちは。今日はストレスのお話をしていきます。ストレス対策には小さな親切が抜群ですよっていうテーマでお話をしていきます。これはアメリカの大学で男女に実験をしてもらったものなんですけれども、2週間ほどとある実験をしてもらって、で実験に参加した人たちのメンタルヘルスのテストを行ったっていうことなんですね。で、何をしてもらったかっていうと、誰かに対して小さな親切をしてもらうということを2週間続けてやってもらったんですね。で、これをやったグループとやらなかったグループとで2週間後の実験結果を見比べてみると、ポジティブな感情量が多かったりとか、メンタルヘルスの悪化、要はうつ傾向とかっていうのが少なかったりとか、それからストレスに対しての耐性っていうのが強くなったっていうことだったんですね。で、これは結構はっきり出たらしくって、親切が少ない人ほどメンタルヘルスが悪化しやすかったりとか、あるいはストレスに弱いままだったりとかっていう結果だったらしいんですよね。どうでしょう、皆さんストレスを抱え込んでしまってちょっと、ね、精神的にしんどいなって思う時期って、できるだけあんまり人と関わらないようにするっていうことってありません？私もそうだったりするんですけど、これ逆なんですよね。むしろ人とコミュニケーションをとって、さらには人に対して何か親切をしてあげるっていうことをすればするほど、人と関わるの嫌だなって思ってたとしても、ストレスがどんどん減ってて、むしろもっともっと人と関わろうというポジティブな気持ちが生まれてくるっていうことらしいんですよね。これは驚きな結果かなって個人的には思ったりするんですけど、親切の影響っていうのは驚くほどすごいっていうことが言えるんですけれど、ストレスが大きかった日だったとしても、人に親切をし続けることによって、で例えば上司から怒鳴られましたとか、親から怒られましたとか、仲のいい友達と喧嘩をしちゃいましたとかっていうような大きなそのストレスがかかるようなことが起こったとしても、メンタルに対してのダメージは少なくて済むらしいんですよね。つまりマイナスな体験があったけれども、自分がそれを取り返すことができるくらいのプラスの体験っていうのを自ら与えることによって、精神がですね充実していくっていうことらしいんですよね。で、見返りを期待したいところではあるんですけれども、そういうちょっとやましい気持ちっていうのは抑えていただいて、親切をすればするほど健康的にもなれるし、メンタルにもいいし、かつストレスにも強くなるっていうことなので、小さな親切っていうのはやってみていただけたらなというふうに思います。確かに僕ですね、なんて言うんだろうな、あんまり人に対していい顔するタイプじゃなかったんですけど、どうだろうな、1年半くらいですかね、性格が大きくガラッと変わったなっていうターニングポイントっていうのがあって、2019年の4月1日からロサンゼルスに一人旅行行ってきたんですよ。で、向こうの人たちって言葉が通じなかったとしても嫌な顔せずに、みんなウェルカムだよ、ジャパニーズいいね、いいところから来たねみたいな感じですごい声をかけてくれるんですね。で、店員さんもすごく優しくて、こっちが向こうがこうなんかね、袋いるとかっていうのを聞き取れなかったとしても、袋いりそうだなって思ったらスッて出してくれたりとかっていうのをしてて、言葉が通じない人に対して もう嫌な顔をせずにフランクにやってくれるんですよ。ユニバーのキャラクターとかでも、こっちが写真撮ってくださいって言う前に、お君写真一緒に撮ろうよって言って招いてくれて、一緒にパシャみたいなこととかしてくれたりするんで、そういうそれもある種親切だと思うんですよね。親切を受け取って帰ってきてから、いろんなお店に行ったりとか、電車で乗り合わせた人とか席を譲ってあげたりとか、店員さんにちょっとした声をかけてみたりとかっていうので、やっぱり声をかけると向こうもいい顔してくれたりするんですよね。つい最近電車に乗ってで、目の前に立てたおばあちゃんに席を譲ろうとしたら、もう次の駅で降りるからいいわよっていうふうに断られてしまって、ちょっと恥ずかしかったんですけど、それはいいとしてですね、っていうようなことがあったりして、それがあってから、同時に今の新しい会社に入社したっていうところもあるんですけど、メンタルでやられるっていうことは確かに社会人になってからと比較したら、社会人になってから3年間と今の1年半と比べたら、今の1年半の方がはるかに強くなったかなっていう個人的な感覚はあります。ですので、例えば困っている人がいたら、道に迷っている人がいたら、どうしましたかって声をかけてあげたりとか、あるいはエレベーターに乗ってたら、乗り合わせるときに最後までドアオープンのボタンを押しといてあげるとか、手が塞がっている人がいたらドアを開けてあげるとか、電車に乗ってたら席を譲ってあげたりとかっていう、そういった小さな親切っていうのを、今からの時期なんで、今11月の半ばくらいだと思いますから、年末くらいまでちょっと1ヶ月ちょっとぜひ試してみてください。そしたら2021年幕開けになったときに、
そらく皆さんのメンタルヘルスかっていうのは当然ないし、ストレスに強くなってるし、ポジティブな感情量っていうのは増してると思いますから、ぜひ試してみていただきたいというふうに思います。だから何かを成し遂げたとか、やりたいことやったっていうことも大事だと思うんですけど、それよりもそれっていうのはどちらかというとそのストレスを減らすっていう方向になりますよね。でポジティブなものを増やすっていうものだと思うんですけど、それだけじゃなくてストレスそのものに強くなるっていうこともすごく大事だったりしますんで、今朝の寝室っていうのを日常の中から1日1回とかって、まあ、別にこれはノルマってわけじゃないんですけど、1日1回どっかでないかなっていうのをこうちょっと意識しながらですね、やってみていただけたらというふうに思います。ここにコップがあって、これが皆さんの心のなんて言ったらいいんだろうな、皆さんのメンタルの度量というか、コップが皆さんの難しいな、説明がなんて言ったらいいんだろうな、このコップ1杯が皆さんのメンタルの体力だとしましょう、メンタルの HP だとしましょうよ。そしたらこの中にプラスとマイナスっていうのが埋まっていくんですよね。ポジティブな出来事とかポジティブな感情、ネガティブな出来事、ネガティブな感情っていうのがプラスマイナスがどん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 組み合わせていくんですね。でそれがいっぱいいっぱいに溜まっていくと、でいっぱいいっぱい溜まっていったら、新しい例えばプラスが入ったら、そのプラス体験によってマイナスが飛んでいく、あるいはマイナス体験が新しく入ってきたらプラス体験が出ていくっていう風に、コップに入るプラスマイナスの量はいっぱいなんですけど、それがプラスが50倍以上あるのか、マイナスが50倍以上あるのかっていうことによって、皆さんのメンタルヘルスへのダメージっていうのは大きく変わってくると、当然プラスでいっぱい満たされていれば、ストレスは少ないっていう状態ですし、逆にマイナスが多いっていう時には、ストレスがものすごく強いっていう状況だったりしますんで、このコップの中身っていうのをプラスで埋めていくっていうことが大事になります。で、そのプラスで埋めていくために、どんな方法を使ったらいいの？小さな親切っていうことが今日言いたかった、そんなところです。ですので、ぜひですね、今から1ヶ月ちょっと、ぜひ小さな親切っていうのは、1日1回くらいを目安に意識しながら、年末までチャレンジしてみていただいて、そしてストレスに最強に強くなった段階で、2021年を迎えられるように、そんなところをチャレンジしてみていただけたらなというふうに思います。ということで、本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。